皆さん実は後藤さんがスペシャル好きだというのをご存知だったでしょうか。実はですね、バイク野郎に合わせまして、今日はしんちゃんの面白辞典、しんちゃんスペシャル、時間を拡大して面白いやつをやります。どうぞ。はい、今夜の面白い辞典は今ご紹介いただきましたようにですね、はい、スペシャル版でいきたいと思うんですけど、なんか後藤さん、まあ、はい、どっかロケ行ったでしょ。スペシャルの本場といえばですね、いろいろあるわけですけれどね。私は桶川へ行きました。ちょっとその時の VTR 見ていただきたいんですけど、桶川にスペシャルのロケに、はい、はい、ご覧ください。このカリフォルニアの素晴らしい抜けるような青空です。ここはロサンゼルスコロシアムなんちゃってですね、実はセーフティーパーク埼玉、人呼んで桶川、私に言わせると苔川というところなんですけど、今日はモトクロスごっこです。実はですね、素晴らしい仲間を、今日紹介したいんですよね。僕と一緒に走ってくれるっていうんでですね、楽しみにしたんですけど、この人です。いや、皆さんよくご存知ですけど、これがリック・ジョンソンです。ハローリック、ウェルカムトゥジャパン。 Thank you. いや皆さんご存知だと思いますけど、86年のアメリカのスーパークロスのチャンピオンなんです。彼がですね、今日一緒に走ってくれるっていうんで、僕もそうですね、3メーターぐらい一緒に行けるかなと思いますけれど、まあ転びながらですね、ついていってみようと思うんです。ちょっとやってみたいと思います。さあ、一緒にスタートですね。はい、さあ、後藤さんがどこまでダッシュするか。おっと、おお、完全舐められてます、後藤さん。3メーターはいけるかなと思ったけど、3メーターどこじゃないんですよ、ね、僕が出る前にですね、リックはもう飛び出してましてですね、バーッと顔に泥をバンバンかけるんです。あの野郎は立ちが悪いですね。新聞記者舐め腐りやがって、はい、このリック・ジョンソン。まあ、リックあれ乗ってるのはですね、87年の CR250 という新しいバイクなんですけどね、まあ、見事ですね。しかし後藤さんのですね、はい、まあ、こいつが上手くてこれだけやるのは当たり前といえば当たり前で、はい、後藤さんの動きもこの後出てきますから注目したいと思うんですけどもね。こいつが上手いですからね。後藤さんはもうバイク好きで通ってますから、はい、まさか右側後藤さんじゃないでしょうね。あれはただ子供でしょと思うんですけどね。ちなみに私が乗ったのは XR80 という4サイクルのマシンですね。はい、一生懸命リック追ったんですけどね。追った。はい、まあ私が、ああ、ここは大ジャンプのところなんです。危ないんですよ。危ないでしょ。危ない。ですからね、私逃げようと思ったんですけど、時間がなかった。おお、仮面ライダーか、こいつは。リックはですね、私のはるか頭上3メーターぐらい上バーンと飛んできましたからね。さすがですね、やっぱりね、あの辺はね、度胸ありますから。でもこういうこの桶川のですね、はい、こういう我々にとって馴染みのある雰囲気の風景の中で、はい、これだけ飛ばされるとやっぱりうまさってのは際立ちますね。本当ですね。まあ、下手さも際立ち、なんか子供がまたこけてますよ、子供が。この時もですね、すぐ後ろにいたんで怖かったんですけどね、うん、もう10センチぐらいずばって通るって言ったんです。あららら、またやられてますね。ですが、本当に人のことを何だと思ってんだろう。モトクロスってやっぱりこけなきゃ面白くないんですよ。リックなんかさ、こんなとこ走ったってうまく走れた当たり前でしょ。俺なんかさ、リックと一緒に走ってこれだけこけてさ、今日は俺の方がリックより楽しいんだな。やっぱりモトクロスってさ、どっちの方が楽しむかだと思うんですよね。リバです。後藤さん、はい、言い訳こいて泥沼はまるっていうことですよ。まさにその通りでしたね。本当、後藤さんがまさかですね、バイク界の稲川淳二と言われてるとは、バイク野郎たちも知らなかったと思いますけども、まあ、でもね、はい、後藤さんの名のためにここであえて言っておきますけども、番組を面白くするためにあえて自分がやられ役を買ったということであってですね、これは冗談抜きに後藤さんバイク好きなだけあってですね、ある程度うまいわけですからね、これをですね、みんなにこう言っておきましょうよ。あ、そうですか。あれ、後藤さんが本来あれが実力だと思われたらですね、情けないですもん。そうですね。古田さん、ありがとうございます。そうでしょ。 あとで牛丼おごるからね。牛丼でも何でもおごっていただきましょう。でもね、はい、牛丼じゃなくてですね、結構安いお金で転ぶやつって、ね、世の中いるもんでですね、ちょっとそれについてのお話をしたいんですけどね、はい、後藤さん。そうなんです、はい、結構ですね、ものすごく安く転んでくれる人、うん、はい、リック・ジョンソンの意外な一面を見ました。おこの彼がですね、スタジオに来てくれたんです。そうなんです、それをですね、飯原リポーター、ディレクターがですね、インタビューしてくれたんですよね。ちょっとその模様です。このインタビューが面白いです。面白いんです。Well, it takes lots of guts and no brains. I used to pass because you always 正直なやつです。I hate him. Oh, that's 突然何なんですか、このインタビューは。What's your hobby besides riding motorcycle? Well, I like girls and I also like to surf.やっぱり女好きじゃなきゃね、あんなにジャンプジャンプできませんよ。はい、強靭な股間を持ってないと。乗せられてますね。乗せられてますね。ダンス、こいつはブレイクダンスがうまいんですよ。はは、
No, not enough money. 踊らない。やっぱりあのぐらいじゃダメでしょうね。お。Hit it. おーおーおお。意外でした。おお。いいですね、リベートジョンソン。1000円だとあの程度なんだ。耳がコインになってましてね、うん、コイン入れる口になってどんどん入れると踊ってくれるって話になりました。なるほどね。まだハムっつってます。well, I like to stick to riding motorcycles as a base. But besides that, I like to run and also bicycle. I heard Moonjack is part of your training. Could you show me?ヌンチャクに関してはさっきの金額の中に含まれてるんです。含まれてますね。はい。It's a nice training. That's why you have a girlfriend. I hate him. That's stupid. 何なんですか。 It is easier to drive cars or motorcycles. Oh, I think motorcycles much easier to drive. Besides, they don't complain. それは言ってますね。まだ言ってます。まだ言ってますね。I hate it. Oh, that's a stupid question. I'm sorry. When you are in the leading race, do you ever overact in order to attract an audience? Well, I wouldn't say I overreact, but I do try to act to please the fans because they are who we race for. So I try to make a good show for the people. Thank you very much. Do you have something to view us? Gotcha. というわけでですね、まあ、あの以前にこのケニー・ロバーツなんかのこの番組出ましたけれどね、はい、まあ、彼ら大変楽しい人種ですよね。はい。でもこれだけのですね、もうトップイベンターがですね、スタジオ来てくれてですね、むちゃくちゃな演出の渦の中に巻き込むっていうのは本当に我々としては快感ですね。そうですね、本当にね、もうハムは嫌いだ、ハムは嫌いだって、だから多分パリーグが嫌いかですね、アマチュア無線が嫌いなんでしょ、あいつは。そうなんでしょうね、多分ね、じゃなかったらね、ミネソタツインズのファンなんですね。つまりソーセージが好きなわけですよ。だから日本ハムファイターズは嫌だと、こういうことかもしれないですね。そのシャレは腹抱えて大笑いです。本当にコマーシャル行きましょう。どうも失礼しました。プレゼントコーナーのお時間でございますね。今週行く前にですね、まず先週のプレゼントの当選者の発表からです。ちょっと物をご覧いただきましょう。今大変巷で流行っておりますオートマチックのビンゴ、パーティービンゴマシン、これでパーティーやると大変面白いです。これにスポーツ USA の特製 T シャツをセットいたしまして30名様に差し上げるということでございますね。今出てまいりました方ほか合計30名、当選でございます。おめでとうございました。さて続いては今週のプレゼントいってみましょう。今週豪華です。先ほどしんちゃんのコーナーにも出演してくれましたあのチャンピオンリック・ジョンソンのサイン入り T シャツ、これは貴重ですね。1000円渡したんだから1000円分サイン書いてけって脅したらちゃんと書いてくれたリック・ジョンソンでございますね。もう伊原のものですね、伊原でですね領収書出せっつったそうですけども、こういった貴重なものに加えまして VHD のビデオソフト86年ロードレーシングワールドグランプリ、これをセットにして10名様に差し上げようというわけでございます。それからもう一つビッグなプレゼントがあります。スポーツ USA ならではのいかにもアメリカ的なプレゼントでございます。伊豆長岡温泉の国際観光旅館、あの魚屋の2万円宿泊券ペアで5組の方に差し上げたいと思います。まあ、この魚屋さんはバイクで行ったりなんかしますとお湯に浸かった時また格別だと、はい、こういう話聞いております。こういった女の子もいるかもしれません。これは楽しみでございますね。ペアで5組の方に宿泊券を差し上げたいと思います。さあご希望の方よろしいですか。ご希望の方は希望の商品名をちゃんと書いて今出ている容量を満たしてください。まあ花ちゃんも顔をあからめて魚屋の浴衣を着て本当にいい気分でございますけどね。そして渚ちゃんが持っております宛先までどんどんお寄せいただきたいと思います。さあ伝言版ちょっと見てみましょうか。今週は五代三平講演会なんてものから出てきまして、ご新聞クラブのリポーターやっておりますけどね、その他ご覧のようにですねいろんなのが来ております。時間もないんで割愛しますけども、どしどしこちらの方に送っていただきたいと思います。後藤さん、はい、まあ、バイク特集今日面白かったですね。面白かったです ね、また機会があったらですねこの大々的なバイク特集をねやりたいと思って、はい、ぜひバイクファンの人は楽しみにしていただきたい。それでは今週はこの辺で、ごきげんよう。